いいコラショット。はい、マリンちゃん先生の工作タイム。折り紙を使って立体的なぼんぼりを作るということでですね。はい、やっておりますが、パート1ではですね、よいしょ、じゃじゃん、じゃじゃん、はい、このような感じで、今回はこのような風船を作って、これをぼんぼりに見立てていくという感じにしていくんですが、パート1ではこの風船の部分ですね、風船の部分を作りました。はい、でパート2では今度はですね、この風船を立てるための支柱の部分ですね、ぼんぼりの支柱の部分を今から作っていきたいと思います。で、用意するのはですね、プロの折り紙ですけれども、この風船の部分に使ったのと同じ大きさのものですね、風船の部分と時に使ったのと同じ大きさの折り紙を用意してください。色はせやな、だいたいぼんぼりの支柱とか大体黒ですよね。なので黒でいきましょう。はい、で早速ですがやっていきます。今日は、私はこの風船の部分を作るのに25センチ四方の折り紙を使っているので、この支柱の部分も風船と同じ、25センチ四方の大きいものを使っていきたいと思います。で早速やっていきたいと思います。先ほどもちらっと言いましたがですね、16等分に折り筋をつけてからそれを半分こにして使っていくという感じでやっていきますので、で、ちょっと待ってや、これをよいしょ、ちょっと止めていいかなあかんので、セロテープでちょっと用意しておきましょう。はい、じゃあ早速やっていきましょうかね。ちょっと待って、この位置がいいかで、ね、よし、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、まずですね、16等分に折り筋をつけるところからやっていきます。はい、まず最初に、半分に折ります。このような感じで紙を半分に、で半分に折ったらこのような感じで、はい、2分の1、2等分された形になりますね。はい、そしたらですね、今度はこの両サイドですね、この両端をこの中心の折り筋に合わせるように折って、これを4等分にしていきます。で反対側も同じように中心の部分に合わせて、いいかな、合わせて、はい、このような感じで 1,2,3,4 等分になりましたね。はい、そしたらですね、今度は一番端のこの4分の1の部分を、この端の部分をここの線ですねのところに合うような感じで、合わせて折ります。あ、ちょっとずれちゃった、ちょっと待って、これもね、できるだけちょっとずれないように気をつけながらやっていきましょう。はい、で一旦開いたらこのような感じで、この一番端の部分だけが2等分された感じになりますね。でそしたらですね、今度はこの
ここで荒数えて1、2、3、この3つ目のこの線のところですねに、この今折ったところを一旦開いて、この端の部分がよいこらしょとくるように、伸ばして、よし、はい、このような形ですね。はい、折っていきます。1、2、3、4、はい、でこうなったら次はクルリンパと向きを、変えて、今と同じことを繰り返していきます。でまずこの4分の1の部分ですね、こうはい、よそしたら一旦開いて、また今度は、ちょっと折り目が付いて分かりづらくなってきたけど、1、2、3、3つ目のところだからここですね、の角のところですね、この線のところに合わせて、はい、押していきます。で開いたらこれが 1、2、3、4、5、6、7、8、8等分に、折り筋がついたような形になったかと思います。で、はい、ここからさらにまた8等分の折り筋をつけていかなあかんのですけれども、はい、まずですね、この8分の1のこのところをですね、一番端っこのところをこの一番最初の折り筋のところに合わせて、よいしょ、はい、折ります。はい、で一旦開いたら今度はこの8等分したところの1、2、3、3番目の折り筋のところにの端を、よし、ちょっとゆうこらっしょ、端を持ってくるような感じで、こんな感じでいいかな。はい、はい、折り筋を折ります。で一旦開いて、で今度はこの8等分したところの1、2、3、4、5番目のところ、それからここね、ここのとこですね、下から数えて5番目に当たるところに合わせて、はい、折ります。で今度は下から一旦開いたら、今度は下から数えたら1、2、3、4、5、6、7、7番目のところやから、ちょっと待ってや、1、ちょっと分かりづらくなってくるけど、3、4、5、6、7、ここですね、の上のてっぺんの1個手前のところですね、に合わせて、はい、折り筋をつけていきます。で、またこれ、くるりんぱと回して、今と同じ工程を、繰り返していきます。なので1357と覚えておけば、やりやすいかなと思います。早速やっていきましょう。まず1ですね、で次3なので1、2、3、ここですね、3、はい、でちょっと待ってな、これだんだん分かりづらくなってくるけど、1、2、3、4、5、5やからここやな、で開いて、
次7、最後7なので、1、2、ここですね。はい、7、ちょっと待ってや、よし、はい、これでですね、16等分の折り筋がついたかと思います。じゃあちょっと数えてみましょうかね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、はい、16等分になりましたね。はい、そしたらですね、今度はこの今つけた折り筋が、折り紙の黒い方を上にして、今つけたこの折り筋が縦に見えるような感じで、折り紙を置いて、でこの端の部分をですね、少し、だいたい1センチぐらいかな、だいたい1センチぐらいのところで、このように縦に細く折ります。こんな感じで、こうしたらこれで、半分こにしていきます。ちょうどこれ半分こに、ハサミで、よし、切っていきます。で、これが、ぼんぼりの1個につき、風船1個につき、この半分にした方ですね、を1個使っていきます。で、これを四角くなるように、このような感じで丸めるというか、こんな感じで四角く、折っていって、この角をですね、テープで、留めて開かないようにしておきます。まあ、こんな感じですね。でこれを、もう1本ですね、こっちの半分にした方でもう1本作ります。でこれで、ぼんぼりの支柱の部分が、完成ということになりますので、パート2は一旦ここで終わりにして、パート2で、次、小箱作りという感じでやっていきたいと思います。よし、それじゃあ一旦終わります。